ジワラジオジオ。こんにちは、岩田書店の岩玉です。この岩ラジオは北海道で1万円選手をやっている岩田書店、その中の人である岩玉がただただ喋るラジオ番組となっております。短いコンテンツですので、お休み前にでもどうぞごゆっくりお楽しみください。先日札幌に久しぶりに行ってまいりました。それでね、2015年に発行されたコミックエッセイがありまして、松本彩香さんという漫画家さんが書かれてる満腹札幌っていうね、ご当地グルメコミックエッセイっていうね、なかなかのときめくタイトルなんですけど、この方ね、札幌乙女ご飯っていうちょっとドラマとかやってる原作者さんの食べ歩きコミックエッセイです。いいでしょ食べ物系が好き、コミックエッセイも好きってなると、もうこれ好きしかないっていうねしかも地元っていうね、そこにね載ってるお店が全部美味しそうで、もうねずっと胸をときめかせてたんですけども、ようやく行くことができて、それが中に載ってるハンバーグのお店で、大通りにあるノースコンチネント街の中っていうね、超絶おしゃれなところでした。なんていうかな、カフェと居酒屋の中間っていうか、その濃さ、なんて言ったら表現のしようがない、もうこの語彙力のなさね。そうだから、なんて言うんだろうな、ちょっとカフェで女子会よりはもう一歩進んだ感じで、ちょっとがっつり食べたいな、でも居酒屋はねみたいな時に、あらおしゃれだし、ちょっとハンバーグもがっつり食べれるし、ちょっと飲めるしぐらいのお店でした。すごい素敵でね、お肉を選んで、ソースを選んでって言ってプレートにしてもらえるんですけど、めちゃくちゃ大量のグリーンサラダとか添えられてて、もうそれだけで女子はなんか野菜たっぷりだし、この店いい店みたいなそんな感じで、すごくね、なんていうかな、ホスピタリティにあふれたいいお店でした。行き届いた感じの。11時半開店なんですけど、でそれに合わせて行ったんですよ。そしたらね、もうね、開店前に 5,6 人並んでましたね、全員女性で、ほぼほぼ予約の方でした。うわすごいと思って、平日に行ってこれだったら土日はどんだけ大変なことになるんだと思って、ね、もしどうしてもその時間に行きたいって方は予約した方がいいかもしれません。非常にね美味しかった。私食べたのがエゾシカのハンバーグにブルーチーズのソースっていうね、もう攻めまくったあれだったんですけど、とりあえずお肉はエゾシカ食べてみようと思って、でお店の方にどれ合いますかって聞いたら、2つぐらい紹介してくれて、じゃあもっと攻め込んだブルーチーズの方でって言ったら、すごい美味しかった。なんだ奥行きがある美味しさ、食レポ全くできない、表現できないので、もし機会ありましたらぜひ寄ってみてください。非常に美味しかったです。お腹いっぱいになっちゃったその後ね、久しぶりにたぬき工事をフラフラしたらね、相当、まあ、私の知ってるたぬき工事って本当にすごい昔で、もうだいぶ変わっててね、もうわわキャキャしながら歩いてたんですけど、何丁目だろうこれ、何丁目だったかな、忘れちゃった、7丁目ぐらい、もそんなに行かないかな、6丁目ぐらいかな、になんかね横丁みたいなとこがあって、左が直売所みたいな感じで、で右がいろんなフード、大人向けフードコートっていうとこがあって、そこで牡蠣を食べてきました。厚岸直送、一年中牡蠣が食べれますみたいなお店、なんかねゆるくて全体的に、それがまたいい、好きなもの食べれる大人のフードコート。たぬき工事も良くなってきてますね。ほんとね、久しぶりにいろんなとこ行ってみると発見がたくさんあって、ね、刺激を受けて帰ってまいりました。やっぱ札幌って自由で楽しいねいや田舎は田舎でいいんですよ、暮らしていく分にはね、うん、札幌のたまに行くとワクワク感とかがねやっぱり半端ないなっていうね。いや基本北海道が大好きなんですけどねそんな感じでね、本に出てきたお店に行ってみたっていう回ですかね、今回はね結果本に出てきた料理を再現とか、やっぱこういうグルメ本だとね、そのお店行ってみてね、あこういう感じなんだってなるの非常に楽しいので、ぜひこういう本をもっと出してほしいなと思いますではでは、名残惜しいですがこの辺で一旦おしゃべりを終わりたいと思います。また次の動画でお会いいたしましょう。おやすみなさい、バイバーイ。